年の統一地方選挙や夏の参議院議員選挙には複数の同性愛者や性同一性障害の人が区政や国政支援に挑戦いたします。社会的な弱者少数者の視点で立候補を拒否している統一することに対して、どうして社会的弱者少数者がそのことをするのか、何か特権を狙っているのではないか、そう考える方もいるかもしれません。しかしそうではありません。社会的な弱者少数者の代表が区政の現場に出ていくこと、そこで新しい視点や新しい風を吹き込んでいくこと、そうすることによって今まで生活の中で抱えていたちょっとした不便や不安がいい方向に改善されるかもしれません。志田光太は社会的な弱者少数者の声、あるいは小さな子どもたち、お年を取った方の小さな声に対して意味をしっかりと傾けていくことができます。石田光太は小さな声に意味を傾け、中野属性を変えていきます。